えー、それでは柏木選手にお話を伺います、えー、キャンプ5日目になりました、これまでのと手応えはいかがでしょうかまあ最初の方はあは練習できなかった、昨日が練習できて、えーまあ、手応えというのはまだ感じてないんですけど、まあ、チームが、えー、一人一人の選手がどういうプレーするのかなというのが、外から見れたので、えーまあ、とりあえず充実はしました。 えー、あの先ほどフィンキ監督にお話を伺ったんですがどうしても欲しかった柏木選手を獲得することができたとあの期待されていましたいかがでしょうかその期待前からも話していて、まあ、そういうふうなことを伝えられていたし、えーまあ、その期待に応えるためにもここに来たので、えー、監督のサッカーでプラス自分のサッカーを出せるように、えー、全力で浦和のために戦っていきたいなと思います。 恨まれずにあの加入して雰囲気っていうのは最初はそんな仲良くないかなとか思ってたんですけどすごいみんな仲良くて、ね、みんなで笑ってリフティングとかするような感じやし、えー、でみんな話しやすかったんですごい入りやすかったし、えー、今、まだその完全に全員話しかけしゃべってはしゃべってるんですけど、まあ、自分を出し切れないんでもう少し時間をかけていきたいなと思います柏木選手のキャラクターというのは,もうは本領発揮できてますか できてないんでちょっとまだ若いやつだけなんで上の人にも行けるようにちょっともう少し時間をかけていきたいなと思います。えー、さて、プレーとしてはあのこの裏バレずでどういうことをしていきたいと思われます、まあ、パ,スパスサッカーを目指していると思うので、えー、自分はそうやって広島でそういうパスサッカーっていうのをやってきてここにはできていると思うので、まあ、それをいい影響というかそのみんなに。 ね、いい影響を与えて、えーまあ、監督が目指しているサッカーに近づけるように、えーまあ、全力を尽くしていくだけかなという感じです今シーズンはワールドカップの年でもありますし柏木選手にとっては本当にまあ,あんまりそのワールドカップというのはあんま意識してないんですけど、えーまあ、チームのために戦ってそのチームがいい結果を出せるというかやっぱり優勝を目指さないといけないチームであると思うので。 そこに向かって全力で戦っていくだけかなと思いますだから代表はそんなに考えてないです、はい、それではあの今後の意気込みそしてサポーターの皆さんにメッセージをとんとラ和のために、えー、自分ができることを全力で出していきたいなと思いますし、えー、いいサッカーをして皆さんに楽しんでもらえるように、えー、プレーしたいなと思います、えーまあ、まだそのいいプレーできるという自信はあるんですけどできるかわからないのであのぜひサポートの方よろしくお願いします